作品を作り上げるっていう一つの自信をつけることができるので、うん、会社に勤めるとかになった時に、うんうん、そういうのってちゃんと生きてくるんですか、うん、周りの世界をこうじっくり見てで切り取るフレーミングの仕方、ここに額縁を置くっていう。まあ、まずビジュアルアーツ専攻ってどんなことする専攻なのかなっていうのを、はい、まあ、聞いたことあるかもしれないですけども、はいはい、まあ、一言で言うと、はい、何でもやる専攻でもその基本というかコアは、まあ、いわゆるファインアートっていうかな、うん、なんか現代今の、まあ、現代美術、こう要するに今を生きている人がやってる美術が現代美術なので、なんかどうしてもというか必然的にその今を生きている人がやる美術は今のその社会の状況とかそれぞれが感じている問題とかそういったことがこう作品とかに出てくる。実際学生はこう絵画をもちろん描く人もいれば、なんか立体を作る人もいれば、その2つをこう組み合わせる人もいれば、映像に行く人もいれば、もっと大きくこうプロジェクトに街に出てなんかこう人と関わることをプロジェクトにする人もいる。一人一人やっぱやってることが違うので、それはすごく一括して教えられることってあんまりないと思うんですよ。だからこういうふうに作るとか、あとこういうふうに考えたら次はこれとか、なんかそういう手順みたいなのも一人一人違うので、そこは気にかけて います表現するってことはその自分だけに向けて作るわけではない部分もあると思う。でだからそれをこう人に見せるとかいう経験を通じて、その自分のこう表現の価値みたいなのも感じてほしいし、どんな作品にもそういう価値があるので、なんかやってることってなんか作家になるんだったらすごく直で役に立つなって思うんですけど、なんか社会に出て会社に勤めるとかになった時に、なんかそういうのってちゃんと生きてくるんですかね。こう視覚表現っていうのもコミュニケーションだから、そうコミュニケーションの中に役立てるとかっていう意味で直接役に立つ部分も大いにあると思うんだけれど、私が考えているのはそのビジュアルアーツでいろんな表現を自分で体験することで、自分の中のその英語で言うとクリエイティビティ、なんかその想像する力みたいなのを感じてほしいんですよ。でそれがなんかあるかないかで本当にその人自身のこうなんかもうすごい臭い言葉ですけど、なんか生きる力みたいなのに絶対なっていくので、この自分の周りの世界をこうじっくり見てで切り取る、その切り取る時のそのフレーミングの仕方、ここに額縁を置くっていう、それ次第でやっぱりこの自分の人生ってすごい変わってくる。だからそのいろんな視点を持てることっていうのもすごく大きな強みになると思います。結構納得しました私はキュレーションとかアートマネジメントとか、あとたまに批評を書いたりとかっていうのが専門で、実は自分ではそんな作るっていうわけではなく、テーマとしてはそのアートとそれからその人のこう生きる抵抗力みたいな、なんか困難なことがあった時にその人がなんかどれだけそこから回復する力があるかっていうのをこうアートを通じてなんか高めることができるんじゃないかっていうのをちょっと追求していきたいなと思ってます。じゃあさっきなんか、はい、キュレーションとかアートマネジメントっていう言葉出てきたんですけど、それって具体的にどういう、はい、それはですね、キュレーションは、はい、展覧会を作る仕事です。そう、展覧会を作るっていうことはその作品を作る自分のその机周りとかスタジオ周りだけじゃない経験ができるし、その美術の中でその作品をどう見せるかで、どう見せるかってことはどう伝えるかっていうことで、そこがすごく大事なのね。で、レアートマネジメントというのも、まあ、多分中には、そっちに行きたいっていう人も
時々いるんだけれど、その一つのプロジェクトとかを企画して、それで、まあ、いろいろ動いて、で、実現に向けて、まあ、広報から何からやっていくと。他の人のプロジェクトを、こう、助ける形で。だけど、それも大きなアートの活動の、こう、すごい重要な表現の一部となっているんですよ、今。だから、うん、そういうことも学んでもらえたらなと思います。こんにちは。こんにちは。実際どんなの作りましたか？こう3年の後期から私は絵本を作り始めて、で、あの専攻で開催する展覧会で絵本を作った時に、あ、これもっとやりたいなって思って、でそこから絵本作品と空間作品を融合させたものを頻繁に作るようになりました。具体的に言うと、はい、絵本を作って、でその内容に付随した空間作品とか、紙を垂らしてみたり、アクリル板を吊り下げてみたり、結構自分が素直にやりたいって思ったことを実現できるような場でもあると思います、うん、フィジュアルアーツは。専攻の雰囲気とか、なんか他の専攻と比べてとか、結構ほんわかしてる雰囲気ですけど、どう展覧会前は殺伐として展覧会前は本当にもうみんな必死で学校に来て、やばいやばいってやばい間に合わない。特に3年生後期はこのビジュアルアーツの特徴としてもあるんですけど、展覧会が3回あるんですね。まあだいたい 1.5 ヶ月から2ヶ月に1回のペースで展覧会が開催されるので、いい経験になってると思います。作りきれないってい こう不安とか悩みがあるんだったら、ビジュアルアーツは作り上げなきゃいけないっていう状況にもなってるので、作品を作り上げるっていう一つの自信をつけることができるので、うん、いいと思います。なるほど。空き日って2年生は専攻に分かれずにこう広くやるじゃないですか。なんか他の大学との違いがあるのかな、うん、基本的にそのこう4年間の流れがやっぱりいろんな領域をこう、ね、うん、なんか横断できるようにはしているつもりなので、この、まあ、横断してできるだけしちゃっていいと思うし、はい、でもその分もしかしたらその一つの分野に深くいけなかった時間的なことでっていう思いが残る人もいるかもしれない。一つの素材を最初から見てる人とか、なんかこれしかやりませんみたいな人はもしかしたらそうかもしれないけど、でもやっぱり空き日に来る人はそうじゃないタイプが多いんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味ではなんかみんな自分に合った美大に来たっていう風に思ってほしいなと思うし、そういうこう、まあ、スキルにしてもこう知識にしても身のつけ方、そういう自分にとっての美術との相対し方みたいなのがなんかこう4年までに叶うといいなと思います。